のジムデーです。腕とか背中とか上半身頑張ってきます。ただいま。今日はいつもと違う先生だった。きつかった。でも楽しかった。今日は速攻落ち帰って今からシャワー入ってお仕事です。朝エクササイズしたら気持ちよく気分よく一日が始められます。Good morning guys, it's Wednesday 来ました筋肉痛。昨日ので昨日の夜からもうめっちゃ痛かったです。昨日腕と肩と背中だからそこが痛くなるはずだけどじゃなくて腰が痛いです。このエクササイズしてる時に効かせる部分、効かせてるはずの部分じゃないところが痛い時はそこの筋肉がまたそこに追いついていないっていうことだから、私は腰が弱いんだはずなと思います。昨日からめっちゃサロンパス塗ってます。で普通お休みの日だったらせめて8日ぐらいはしたいけど、多分今日はもう何もできないと思うからお休みの日のご飯と午後はお出かけで歩く予定なので運動はしないこうかなと思います。39歳お洋服迷子だからさ、この中から何が良かった？まずこれと似てるの。あ、そうそうそう。ピンクのこれは丈が短いわ。いいと思ってる。カーディゴン、お尻隠し。一番やっぱこれだね。あなたと一緒。今ワトソンに似てるね。私のワークアウトスケジュールは週で言ったら5日が運動するエクササイズする日で、2日がお休みの日レストデーです。ジムは週に1回だからそれの翌日とチートデーする日をレストデーにしてます。でジムでやるのは上半身下半身上半身下半身って各週で交代交代来るから、それにかぶらないようにそれに合わせてお家でやるエクササイズのプログラムも組んでます。このエクササイズやってる動画の時の下に書かれてるこの月火水木金が私がお家でやってるウォークアウトのプログラムです。ウォークアウトの細かい話とかはまだ私も初心者なのでできないですけど、今でもウォークアウトする時に一番大切だなって私が思うのは、エクササイズしてる時に今このエクササイズはどの筋肉を目指してどの筋肉に効かせてやってるエクササイズかなっていうのをちゃんと意識して考えながらエクササイズを行うのがとっても大事だと思います。どこに効かせてるかもわからないでただ勢いに任せてたりただ回数だけをこなすっていうのでは、そこの効かせたい筋肉にピンポイントでその効かせたい筋肉に有効的に働かないことになってしまいます。そしたら時間も労力も無駄だから、どこの部分、背中は背中でも背中のどこの部分、お腹はお腹でもどこの部分、腕とか足でもその中でもどこの部分に効かせて今このエクササイズしてるっていうのに意識するとより効果的により成果結果を見ることができます。グラノーラ食べていい？グラノーラ、グラノーラ、グラノーラ食べて食べて。やったー。グラノーラでこんなにテンションが上がるとは思わなかった。素晴らしいってよ。豆乳も3週間待ったの。やばいね。パンプキンシードも入れてもいいと思う？わかんない。食べたら美味しいんじゃない？チョコレートも入れます。そのうちアーモンドも入れて。アーモンドさすがにやめようかな。だってみかんも入れて塩って書いてあるから。かぼちゃの種を食べるメリットさ。1、老化の進行を遅らせる。2、気分やうつ病を改善する。3、がんを予防する。4、前立腺の健康を守る。5、膀胱の質を向上する。6、マグネシウム濃度を上げる。7、新潟糖尿病を予防する。8、精子の質を向上させる。9、心臓がより健康になる。10、肝臓の健康を改善する。11、血糖値を下げる。12、減量が期待できる。13、骨の健康を改善する。コレステロールを下げる。健康的な消化機能を維持する。睡眠の質を上げる。軽度から中度の男性型脱毛症 AGA を抱える男性を対象とした研究によると、かぼちゃの種に豊富に含まれる亜鉛、マグネシウム、なんとかタンパク質、ミネラルが髪の成長を促進し、抜け毛を減らすことに役立つことが分かっているって。これがもう古いのでつぶつぶ掃除機が大変だからね。かっこいいね。うん。どう？うん、そんなに激しく靴とかでやらんければ長持ちするかな。滑るんだね。うん。あ、上等じゃない？うん、なんか全然違う。メニューってなんか弾力がさ。これいいと思ってやっぱ膝の。痛くない？うん。仙骨が痛いです。こっちが痛いわけ。どう？いいじゃない。プランクしてる。2週間我慢してたお菓子と3週間我慢してたお酒をこの日はもうたっぷり満喫しました。でも次のチートデーはお菓子だけじゃなくて美味しいご飯もちゃんと食べようと思いました。このように自分が何食べてるか何飲んでるかっていうのを目に見える記録に残すのとっても大事だなと思います。ただ食べてばっかり飲んでばっかりだったら消えてなくなるから目に見えないので、見て分かる記録があるとどんだけ自分が食べてたか食べてなかったか、どんだけ偏ってたかっていうのが分かるので、めんどくさいと思うかもしれないけど得ることの方が多いと思います。是非トライしてみてください。これは彼がチャーリーが言った言葉ですが、39歳洋服迷子。今人生のいろんなところで迷子ですけど、今お家に持ってる洋服が全然ぴったりしっくりこなくって、なんか新しい洋服欲しいなってずっと思ってて、でも完全にこうエクササイズ系、こうジム系の洋服着るにはまだ中身が備わってないから恥ずかしいとか、これ着たら変じゃないかなっていう、そこにもしっくりこない感があって、全然何着たらいいかも最近ずっと分からなかったんですけど、日々重ねるごとに自分にもこの筋トレっていうのが体に染み込んできてるから、前よりはもっとスポーティーな格好がしっくりきても恥ずかしくないようにしっくりくるようになってます。でやっとそこまで来たので、お洋服をちょっと結構新しく買い替えました。どんな年齢であろうが、何の性別であろうが、周りに何と言われようが、自分にしっくりくるもの、これを着てるだけで自分らしく、より自分らしく振る舞える、自分らしくいられる、自然と背筋が伸びる、自然と上を向いて歩きたくなる、友達に会いたくなる、外に出たくなる、人に会いたくなる洋服っていうのが自分に自然に自信をもたらしてくれる洋服だと思うので、この周りの声とか年代とか性別とか気にせず、自分らしくいられる、自分らしく振る舞える洋服を着るのが一番だなと強く感じます。今週の動画はこの間の火曜日から今日の火曜日までです。一番最初の日の数字と体全体の写真と今日の写真の違いがこんな感じです。もう3週間経つからできればもっとあからさまに見える結果、成果、変化が欲しいなって自分では思ってます。一応はちょっと腕とか太ももらへんとかは少しだけ硬くなってちょっとだけ締まってきてるかなっていう感じはするけど、辛抱強くない私はもうちょっと明らかな変化が見えたらもっと頑張れるな、嬉しいな、進んでる感じがするなって思ってしまいます。今回の動画からのテイクアウェイとしては、人間の脳みそはやっぱり楽な方を選ぶ、慣れ親しんだ道を選ぶ、あんまり努力や苦労を好まないっていうのがあるので、私もたまにエクササイズしてて何のためにやってるのかなとか、本当に一瞬こう頭になんかよぎる言葉とかがあるけど、このエクササイズを始めた、ジムに行くよって始めた時も友達とかに何を目指してるの、何になるのって言われた時みたいに、別にコンテストに出るとかではないし、なんかやらないといけないこう期限とかなんか大会があるとかでもないから、余計に自分が何で始めようと思ったかっていう理由を強く持ってないと、やっぱりそういう言葉が頭によぎった時にそこに寄っていってしまう、こう逃げようとしてしまうから、常に自分の理由、一番最初なんで始めたかっていう自分の理由に戻る。そしてもちろん目標も大切だけど、どこに向かってるかっていうゴールも大切だけど、今自分はこれを楽しんでやっているかっていうのが一番大切かなと今週感じました。それで言えば私はエクササイズ楽しんでやってる、ご飯もチョコレート食べたいとかやっぱり思うけど、結果的に見ればこれは自分で楽しんでやっているか、今楽しんでこれをやっているかで自分に質問したらうんって自信を持って言えるから、今自分が楽しんでるんだったらそれでいいさっていう今の感情、今自分が何を感じてるかっていうのもとっても大切だなって今週感じました。だからエクササイズがきついなと思った時も This is what I signed up for で、自分で決めたこと、自分で始めたことから自分と自分にコミットするっていうこと、それで自尊心が高まって自己肯定感にもつながる。それがゆくゆく自信になるのかなとも思うし、自分と自分との約束を守るっていうのは本当に大きい心の支え、大きいメンタルの強い力になると思います。毎週毎週一応ちょっとずつこうテーマを変えて動画を作ろうと思ってます。何かこの動画からちょっとでも得たことがあったら嬉しいです。見ていただきありがとうございました。バイバイ。